こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。はい、ということで37引きます。引きますって言わんか。これもう目押しは無理だからね、私。ちょっと待って、急に神回来た。しかも22までって今日じゃん。待って、今日当たる日じゃん。もう当たる日じゃん。びっくりしたんだけどね。最後当たる日だったよね。ちょっと今のリアクション返してほしい。超恥ずかしいんだけど。そうだよね、これ最後当たるんじゃなかった？あ、間違った間違った。22、そう、22取ってんの今。1日1回、最終日に必ず。だよね、1回も揃ったことないもん私。はーい、超ウケる。はい、ということで無料いきますか。あ、待って、見てみんな、エミヤ。はい、こんにちは。もうね、早速ね、ホーム画面にしてます、私。やっぱいいよね、なんか、うん、なんかこのホーム画面っていうかさ、まあ、パーティーに入れて、あの一番ね、リーダーにしてこう置いてんだけど、やっぱいいよね、なんかこのさ、開いた時の誰が映るかみたいな、このテンション。まあ、ずっとね、リン&ルビアにしてたんだけど、コラボしてたし、しばらくエミヤですね。はい。ということで、昨日かな？アップデートメンテナンスがありました。メインストーリーがまた結構頻繁に更新されてんですね、割と。なんか一時かなりね、全然更新されないみたいなことあったような気がしてたけど。で、新ユニット、ルアン。いやー、来ましたね、ルアン。で、シナリオのオート速度調整機能を追加。へえ、早くしたらできんだ。テキスト表示速度調整機能。あー、なるほどね。それはさ、どこでできるんだろう。こういうゲーム設定ではないのかな。あー、あるね。シナリオオート再生速度、シナリオテキスト。そういうとこが改善されていったんですね。なるほど。このね、ルアン、なんかちょっとさ、いいよね、この妖艶な感じっていうか、ちょっとなんだろう、そそられるというか、服もね、なんか陰陽師みたいな感じだよね、なんかニュアンス的に。で、こちらを、いや、そう、このね、聴覚性が私すごいかっこいいと思う。なんかこの竜みたいのがいて、ちょっとこのルアンの顔つきというか、急にゲームジャンル変わったみたいな、いいと思います。まあ抱き合わせはどうだろう。まあワンチャンオリステラアリステラ来てもいいなとかは思うけどね。まあ錬金は絶対引かないんですけど、ちょっとガチャはね引いていこうと思うんですけど、まずモーション行きましょう。マリオドレ逆転伝説吠え叫べおぼろ流名山血を吐い天をかけよ。おお、超技かっけえ。こんな可愛らしい声だったっけ。あー、新妖技もうっすらいるんだ。いや、超技かっけえな、これは。なるほどね。いや、かっこいいっすね。まあ正直ね、私エミヤを最近引けてるので、引けてるっていうか実質天井だけど、まあ、そんなにすごい物欲センサーは出てないんだけども、まあ意外とね、石もですね、こう着々と溜まってるというか、はい、なのでちょっと引いていこうと思います。レイアスタッチ普通からの、うわー、1段階か。2段階来なかったね。エミ、おお、2個ある。でもエミヤ引けたお前には来ないということか。でも天井なんだぞ、引けたというか、石を貯めた私の努力であり運ではないのだ。全然緑なんだけど。はい、ということでちょっとあっけなくね、ルアン君は来なかったですけども、はい。ちょっとね、エミヤ白を使ってみた動画を出そうかめっちゃ悩んでて、いや、でも今更じゃねえと思って、なんか使ってない。
でもそっか、私さ、エミヤシロ引いてからってこれ初動画か。そっか、ツイッターで報告してたから報告した気になってたけど、そう、聴覚醒しました。そうなのよ、聴覚醒してタスも振ってとつったんだよね。そうで、幻突をしようか。あー汚いのボックス、ごめんね。あー汚い汚い。あのね、エミヤめっちゃ引きまくってから変わってないんだけど、そう、このね、超限界突破が一応このあるんですよね。だからどうしようかなと思って、でもエミヤだから使っちゃっていいよねっていう相談を皆さんにしたかったですごめんごめん、忘れてました。報告ね、さらっと聴覚醒後のねホーム画面にいましたけど、もう速攻育成したよね。なんか次の日ぐらいにあの素材のサマナーズロード来たので、もう速攻回って速攻聴覚醒して速攻タス振ってみたいな感じでしたね。あとはレベリングですね。はい、ちょっとなかなか使えてないので頑張って使っていきたいなと思います。はい、ということで、よければですね、チャンネル登録と高評価、 X のフォローよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。